ゃあ最後中日、はいはい、中日はね俺は岡林選手だね。そうですね、そのまあね、うん、みんなが岡林がね今年は、去年か、うん、は一本立ちするっていうところは思ってたけども、はい、最多安打取って、うん、まあレギュラーになるかなとは思ってたけども、うん、タイトル取るまで活躍するっていうのは正直思わなかったね。そうですね、うん、最後の最後までタイトル取れるかどうかって分かんなかったのに一気に引き上げていったんで、そうね、あの勢いすごかったな。142試合出場2割9分1厘ね、はい、安打数161、2塁打25ね、で守備も守備力高いしね、はい、そういった意味ではもうこの一本立ちして外野ね、はい、外野がいないいないってブライト鵜飼取ったけども岡林が埋めたっていうね、はい、ところでは非常に頑張ったんじゃないのかな、ね、ファンの皆さんってすごいなと思うのが、うん、シーズン前からあの私たち10億円の選手とか選んでるじゃないですか、うんうんうん、なんで岡林を入れないんだとか、うんうん、すごい皆さん言ってたのでやっぱ皆さん見る目ありますね、うん、そう、うん、でも予想以上に頑張ったと。そうですね、うん、私は根尾選手、うんうん、コンバートピッチャーにもびっくりですし、うん、でピッチャーとしてやっていけるのかって結構評論家の皆さんすごい厳しいコメントあったじゃないですか、うんうんうん、それも結構かなり良かったよ ね、 ましたよね。だからやっぱり先発して二刀流だね。はい、ネオはね行きましたね。でしかもあの今年日本もね、はい、あの DH があのピッチャー抜いてもそのまま入れる大谷ルールを適用するから、はい、そうそう、まあ適用するって言ったらもうそれ適用される人いないけどねって俺は思ってるけど正直ね、だからでもネオは先発して DH 入ったら、はい、できるかもしれないからね。かもしれないですね、うん、まあまあ面白い存在になるかなっていうね、うん、ところはあるよね。投げて150キロっていうね、うん、そうそうそう、だから先発してほしいね。そうですね、うん、頑張ってね、はい、